私の名前はゆっくりゆうすけ。今季から楽天でプレイすることになった、1年目の新人だ。私は今季、最弱のこのチームを優勝をさせることが目的だ。私が入った限り今季の優勝は手に入ったも同然、頑張るけんね。バリバリ。さて、なぜかキャンプでの録画がないしみんな見飽きてきたと思うからオープン戦から行くよ。ちなみに難易度設定、操作オプションとかは変更ないです。だから今この時、投球を二度押し、にすることをすっかり忘れてますね。鳥頭だから、許してヒヤシンス。能力とかは今のうちに、目を通しておいてね。ちなみに私は帝京国際大学に入ってます。大学生なのに高卒、そう、皆さんお分かりですね。私は飛び級してます。野手能力はクソ雑魚だけど、これでも昔は二刀流だったんだぜ。怪我して能力は結構下がってるけどな。この話はここですると長くなるからウプ主の小説を見るといいよ。こういうのって宣伝になるからあんまりやりたくないってウプ主は言ってるけど、結局は有名になったもん勝ちってことで、俺が主人公やってるワールドスターシリーズ、よければ見てくれよな。てか、今気がついたけどここの能力欄の俺楽天のユニフォームじゃなくてヤクルトのユニフォーム着てるやんけ。まあ、巨人以外の球団はどこでも好きだから、ユニフォームなんてどこでもいいんだけどな。西武のユニフォーム懐かしいな。バンデンハーク編の続編はいつ撮ろうかって、結構多忙なウプ主が言ってたわ。初回に1安打打たれるも、バントから2者凡退で満塁なし。もう、試合は倍速安定でいいかな。おら、西武の2軍打線なんか簡単に冴えてやるわ。背番号はオフに1番に変えてもらうと思うけど、30番も割としっくりくるな。それでも私は甲子園のエースナンバーが好きです。でも、各球団の背番号1ってみんなつけてたりするし、ヤクルトなんか山田さんの背番号だし。だから普通に1じゃなくて01番っていう、球団関係者とかマスコットとかがつけるような番号にしてるんだぜ。まあ、背番号なんて背負ってるものの大きさの差だから何でもいいとは思うけどね。今更だけどセネームの綴りが間違ってても許してね。ウプ主は英語どころかローマ字すら怪しいから。二軍コーチに褒められたし、初戦は好感触だな。やあ、マイハニーなんで君は精密機械のコツをくれなかったんだい。今回の攻略対処兼、引き継ぎ彼女です。私こう見えてリア充ですから、皆さんに何と言われようと、ハゼたりなんてしませんから。そんなことはどうでもいい、2戦目はカープ戦だ。カープの先発は、ルーキーの鈴木。今度から音量関係を少し調整しよう。実況があんまり聞こえないよね。倍速にするくらいならカットすればいいやんって、思う人もいると思うけどせっかくの登板だから、ちゃんと流すよ。しっかり投げてるしね。打たれたけど指名打者だからいいや、って思っちゃうのは条件緩和が理由かな。失点またはもう1安打打たれなきゃいいだけやからね。条件緩和がすっごい嬉しいです。今日は残念ながらサヨナラ負け、仕方ない、そんな日もあるからね。サヨナラ本塁打ならむしろ相手が上手だったって、思うしかないからね。
まだ、諦めがつくよね。でも、一軍には上がれないから昇進はしようね。ねえ、西口くん。3戦目は最下位を譲り合う関係のオリックスとの対戦。なんかカープ戦以外全部リーグ同じなのはなんでだろう。巨人出てこなくてよかったけど。ちなみに開幕1軍は余裕でした。この能力だしね、いけない方がどうかしてるレベル。ドクター家持ちって、関係ないけど野茂の再来とか言われそうだよな。大体つけられる能力はつけたってうぷ主も言ってたし、威圧感とかあとは球速くらいかな欲しいのは。提供に入ってから、大丈夫とかいう医者に2回も連行されて、1回目は、君は天才だから私の手術を受けなさい的なこと言われて、2回目には野球が上手くなりたいですって言ったら、危険だけどいい。って聞かれて承諾したら成功して。まあ、オリジナル変化球とかは覚えれなかったけど、彼女もできて、楽しい大学生活だったな。しかし、マイハニーの年齢は何歳になるんだろうか。4年生の大学だったから、卒業後として、23か22なのかな。あれ、もしかして4歳さ、まさかな、はは。大丈夫だよね。別に歳は気にしないんだけど、彼女が生活に困らない程度には稼がないといけないし。ああ、今期の目標は10勝にしよう。楽天のオープン戦での成績は1勝1敗、1分け、シーズンが不安になるな。先発でよろしく、クソ監督。3月25日、初登板の日がやってきた。現在楽天は4ゲーム終わって現在首位。シーズン開始はヤクルトとかと一緒で調子いいからな。あ、難易度設定低いやんけ。おいなんでだよ。皆さんすいません。許してください。何でもしますから。リードのいい捕手ってあんまりいないよね。今回はキャッチャーに特能つけようとかはしてないわずだけど、もともと俺はコントロールいいしな。それにマイライフは自分の球団がだいぶ強くなるような気がするから、キャッチャーに特能なんてつけたら普通に無双できる気がするよ。勝ち運もあるし、安定して勝てるだろうから安心して投げよう。
旋風が効いてるな。俺が燃えるなんてこと、あんまりないし。あっ、熱くなるよ。打てないよ、バンとか言ってすいませんでしたー。くそ、ここからは援護を期待しつつ、これ以上失点しないようにするしかないな。ナイスファインプレイ。でも、そんなのいいから打ってくれる。勝ち運持ちの俺が8回で降板すると、延長10回打線が火を吹く。ヒロインは俺だけどさ。はぁ、無援護すぎてやってられんわ。スーパールーキーの称号より援護をください。